ヨハン・ライン・ホルト・フォースターヨハン・ライン・ホルト・フォースターは先祖がスコットランド人であるドイツの博物学者である。ヨーロッパや北アメリカの鳥類学に貢献した。ジェームズ・クックの2回目の太平洋の航海に息子のゲオルク・フォールスターと参加したことで知られる。フォースターの家系はスコットランドのフォースター教に始まり、祖,祖父がクロムウェルの時代に財産を失い、 他のスコットランド人と共にドイツへ移民した。フォースターはプロイセン王国のディルシャウに生まれた。ハレ大学で進学を学び、ナッセンフ・フベンデルター派の聖職者となった。1766年に息子のゲオルクとイギリスに渡り、ジョセフ・プリーストリーの後を受けて、ウォーリントンのディセンター、S アカデミーで3年環境職に就いた。その後ロンドンに移り、 博物学者としての評価を高めた。ジョゼフ・バンクスが、クックの2回目の公開の博物学者としての参加を取りやめたため、その代わりにフォースターフ氏が選ばれた。フォースターフ氏は公開で見分したことを詳細に、日記に記し、自然史の資料や現地の道具の貴重なコレクションを行った。帰国後、著書オブザベーションズメイドデューリング、エイボイッチラウンドザワールドを発表したが、 その本の収入は、ホースターの債務を払うのに十分でなかったので、ゲオルクの書いた図はバンクスに売却された。その後数年は、トーマス・ペナントの北極の動物に関する著書のドイツ語、訳などの著述を行った。1779年11月、ハレ大学の博物学、鉱物学の教授に任じられ、その職を没するまで続けた。ホースターが、クックと共に、 イギリスに戻って1月以内に完成した著書ディスクリプションスアニーマリームは、その後、マルティン・ハイン・リヒリヒテンシュタインによって編集され、1844年に出版された。1772年から1773年にかけて、王立協会のフィロソフィカル・トランザクションズに発表された動物学、鳥類学、 植物学に関する論文は北アメリカの動物学の権威としての地位を確立した。1772年には王立協会のフェローに選出されている。JR ホストは植物の学名で命名者を示す場合にヨハン・フォースターを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズにはヨハン・フォースターに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズには ヨハン・フォースターに関する情報があります。ありがとうございます。